はい、日ばかりちゃん2日目です。昨日入れたねミミズは1匹も食べてくれなかったので、速攻でねミルワーム買ってきました。今日はこれをあげてみたいと思います。抜け殻、抜け殻ワームがたくさんありますね。あんまり大きいのは食えんろ。ちょっとちっちゃいのを探して、これなんかいいんじゃないでしょうか。とてもちっちゃいです。まあなかなか取りうときは食わんろ大きい。3匹ぐらい入れて後でまた覗いてみましょう。小さめの、小さくて柔らかそうなの3匹入れました。じゃあこれでちょっと様子見たいと思います。さあ次はどちらの動画をご覧になりますか。こっち、こっち、こっち、やっぱこっち。どっちの方が面白いかな。まあ全部見ていただければ嬉しいと思います。飼い主の皆さん、いつも本当にありがとうございます。ありがとうございます。助かってます。またお願いします。